小田急電鉄は上下線それぞれ2本ずつの線路を設けて輸送力の向上を図る、いわゆる複々線化が完成するのを前に、世田谷代田駅ではこの区間の一部を一般公開するイベントを行いました。小田急電鉄によりますと、今回複々線化の工事を終えるのは、世田谷区の小田原線東北沢駅と梅ヶ丘駅の間で、 来月3日から運転を開始します。この区間の時間短縮のほか、混雑緩和を狙いとしています。この復復線各間を知ってもらおうと、小田急電鉄は地元の親子ら4000人ほどを招き、どれだけ地下トンネルの幅が大きくなったかを体感してもらいました。線路が結構硬いし、なんか冷たいし、大きかった。 いいつも混雑した状態でで電車が来るるの,であの乗りやすすくなるなと思います小田急電鉄は今回の複々線の完成でこれまでの混雑していたイメージを払拭していいきたい考えです列車の大幅な増発を予定しておりまして混雑率の緩和をしていきますのでいわゆる快適でスピーディーといった新しい小田急を目指していきたいと考えています。